目指すは城の天守閣。主膳はそこにいる。時間が経つほどに俺たちが不利になる。いいか、一気に突き切るぞ。
いい加減にしろよ。キリエ、せっかく侍として大出世するつもりだったのに、ぶち壊しだ。だが、大殿も大殿だ。敵でも味方でも、とにかく皆殺しにしてりゃよかったんだ。皆殺しだ。Thank you.
嫌だ。暗いところは嫌だ。出世して明るい世界へ。哀れな。これが侍の心を持たぬ者の末路だ。良い気分だ。今日はまた一段と酒が進む。魚は仕合う者どもの発する気合、一号二号と切り結ぶごとに高ぶっておる。迫る信長との戦、その機運も熟するわ。どれ、一つ待ってみるか。わしはただ一人波動を行く。何人たりともとどめること許さん。天下を治むるわしの器に全て飲み込んでくれるわ。
是非もないことよ。シズル姫に伝えよ。何時波動を進むべしとなる。さもなくはアマナのような小国、すぐに他国に飲み込まれようぞ。うわ、父のようになりたくなくば、殺したくなくとも殺せ、壊したくなくとも壊せとな。しかと伝えたぞ。ついに、自然はこの者が見事を討ち取った。我らの勝利だ。姫、え、何、何だと、やったか、ついに。皆の者、戦いをやめろ。これ以上同胞の血を流してはならない。ありがとう。これもすべて皆さんとあなたのおかげです。今日からまた始まる義州アマナと桜井家の歴史が。しかし難問は山積みです。まずは国境の信長の軍に対処せねば。拙者急ぎ兵たちを取りまとめ国境へ向かう所存です。やっと争いが終わったと思ったらまた戦、人がまた大勢死ぬのですね。いや、そうとは限らないですよ。申し訳ございません。殿の見印をこのようなところへ。いえ、感謝しております。おかげで父を手厚く葬ることができます。ところでお主、考えてくれたか。正式に桜井家に仕官するという話を。私からもお願いいたします。これからの義州天名にはあなたのような人が必要なのです。その話混ぜてくださいな。節縁殿、いや半兵衛様。まあまあ節縁でいいですよ。堅苦しいことはなしなし。あなたが戻られたということは。ええ、和睦の話まとまりましたよ。
うちの大将が親方様に直訴してくれましてね、猿お前に任せるってなもんですよ。いやー、よかったです。何もかも節縁殿の口添えによるもの、かたじけない。いやいや、なんというか、千鶴様の仁愛、新之助殿の忠義、ゆうま殿の勇気、宗近殿の理智、そしてお前さんの行動力、これが揃えば義州天名は天下一の国になる。そんなところと争っても旨味や儲けは少ないですからね。たとえ乱世であっても、こんな同盟があっても構わんでしょう。私たちだけでなく、すべての国が仲良くなれればいいのですが。夢ですな。だが、そんな夢を見てみたくなってきましたよ。お前さんに関わったせいでね。どうです、六なら弾みますよ。うちの大将と共に働きませんか。困ります、節縁様。義州天名にはあなたが必要なのです。どうか。そうだよ、あんちゃん、今度こそおいらに剣を教えておくれよ。共に人々の幸せのために戦おう、うん、これよりはお主のような侍こそが人々に求められる。その通り。だからうちにおいでなさいよ。歓迎しますって。いいえ、ぜひ天名で必殺剣を教えてくれってばよ。頼むよ、あんちゃん。俺たちの力を合わせれば、ぜひうちの大将と共に暮らせるからいてくださいな。5万石でどうかいてくれたら、それは心置きなく働ける気がするんだ。7、8万石ではどうです。不思議なやつだな、お主という侍は。あっという間に皆の心を掴んでしまった。その件、これから何のために振るう？侍としてどう生きるつもりだ？あなたなら。では差し上げな。俺の対象に天野を捨てろぞ。侍は生き戦い駆け抜けていった。戦乱の時代を確かな命の実感とともに、ただひたすらに。いいよー。